じゃあね、肝臓のね、あの構造とね、働きちょっと見てみましょう。この肝臓のね、構造ね、まずね、肝動脈が酸素たっぷりな血液を運んできてね、肝動脈を取ってね、酸素たっぷりな血液が流れ込んで、そしてね、あの酸素を受け渡して、ね、酸素が少ないね、静脈血がね、肝静脈を取って心臓へ流れ込むっていうのは、あの基本的に他の臓器と同じなんだけど、ここ肝門脈っていう超特殊な脈があって、この肝門脈って消化管と肝臓、つまり組織と組織をつなぐ脈で、とっても特殊な血管です。肝門脈、消化管で吸収したものすごい量のグルコースなんかがここを流れています。で、一回消化管を経由してるんで、比較的にもう酸素は少ないです、ね、肝門脈は基本的に静脈血が通りますから気をつけて、酸素をたくさん含む血液の通る肝動脈、グルコースをたくさん含む血液が通る肝門脈、ただし肝門脈を流れる血液は基本的に O2 はもうほぼ少ない、ね、O2 は少ない、ね、で、肝静脈を取って心臓へ行くと、ね、こちらがまず第一ポイントで、この肝門脈ね、あの一回毛細血管として開いた血管がまた集合してもう一回毛細血管として開く、ね、組織と組織の間をつなぐ、ね、門脈の一種です。で、これはね、ここはね、血液流れてないんだけど、ね、胆管っていうところを通ってね、あの胆汁が十二指腸に流れ込みますね。胆汁、脂肪の分解を助けるんだったね、中学校でもやったかな、胆汁、脂肪の分解を助ける、ね、この胆嚢でね、あの胆汁濃縮されたりとか蓄えられたりとかしてます。でこれが、この肝門脈が、ね、最大のポイント で、もう一つのポイントは、これ、この、ね、肝臓って実はね、肝小葉っていうね、まあ、細胞たちの集まり、ね、マンションみたいな肝小葉っていう集まりが50万個集まってるのがこの肝臓なんですよ。まあ、細胞たちの暮らしてるマンションみたいなもんですよね。肝小葉が50万個集まってます、肝臓。で、これがね、一つのマンションなんで、そこにやっぱりね、あの50万人のね、あの肝細胞が暮らしてますね。この肝小葉っていうのは50万個の肝細胞が含まれます。まあ大体50万って数字、まあ大体ね、たまに問われるけどね、まあ大体として知っておきましょうね。50万のマンション、そして一つのマンションにつき50万の人ってイメージで、この肝小葉ね、細胞たちが暮らしてるんだけど、そこにね、やっぱり肝動脈を流れる血液通ってね、これ丸ど、ね、動脈ね、で丸もが門脈ね、でこの田が胆管ね、で、肝動脈の枝がね、肝動脈が枝分かれしてね、細胞たちにね、あのそこを流れる血液によって O2 を供給します。で、肝門脈を流れる血液はね、あの細胞たちにグルコースっていうね、もう最大の栄養源を供給します。で、細胞たちが作った胆汁はね、やがて、胆管を流れてね、あの十二指腸に流れ込んで脂肪の分解を助けるわけです。で、それらの血液、動脈門脈を流れていた血液、どこに集まるかっていうと、このマンションの中央には一本の川が走ってて、まあ上に走ってんだけど、一本の川が走ってて、その川をね、中心静脈って言います。この中心静脈に、ね、動脈とか門脈を流れていた血液は、ね、あの合流していって、そしてこの中心静脈、ね、肝小葉の中心を流れる、肝小葉の中心に配置されたこの中心静脈、ね、だんだん集まって、ね、やがて、ね、あの集合して肝静脈になって、そして肝静脈は、ね、大静脈に合流し、心臓へとつながっていくわけですね。で、このね、あの肝小葉のに配置されたこういったね、毛細血管、肝小葉に配置されたこういった毛細血管はたまに出るんだけど、類道って言って洞窟に似てるって言うんだよね。洞窟に似てるね、類道って言ってちょっとね、広めなんですね。あの洞窟みたいにちょっと広めの特殊なね、ちょっと広めの毛細血管なんで、肝小葉の毛細血管類道って呼ばれたりします。たまに通れます。肝小葉のね、この葉って字は あの塊って意味だね。あの脳下垂体前葉とかね、脳下垂体後葉とかね、ね、この葉って字は医学で使われる、まあ、塊みたいなイメージですね。肝臓にある小さな塊、肝臓にある小さな塊。注意しなきゃいけないのは、肝小葉っていうのは1個の細胞ではなくて、肝小葉っていうのはマンション、ね、そこには50万個の肝細胞が含まれるから気をつけて。これが肝臓の機能だね。肝臓の、働きはね、ごちゃっと書いてあるけど、基本的にね、合成とか分解です。あんまりね、合成分解が肝臓の働き、ね、肝臓って化学工場とも呼ばれててね、肝臓の働き、合成分解ってしとけば他の臓器とね、間違っちゃうことはあんまりないんだけど、例えばグリコーゲンの合成分解、これ血糖量を調整してます。肝臓の中にグリコーゲンっていうグルコースがつながったものを貯めておく。そして細胞たちが、グルコースを必要としていたら、ね、まるで銀行からお金を下ろすみたいに、このグリコーゲンを分解して血液中にグルコースをばらまく、ね、そしてもし、ね、血液中にグルコースがたくさんたくさんたくさんあって血管が傷ついちゃうよって時は、グルコースをグリコーゲンの形にして肝臓にしまっておく。こんな風にグリコーゲンの分解とか合成を行いながら、ね、血液中の血糖量を一定にしているのが、肝臓の大事な働きです。また解毒作用、ね、アルコール分解したり、ね、アンモニアを、比較的、ね、無毒な
尿素に変えたりしてますね。アルコール分解ね、あの休肝日っていうよね、あのお酒を飲まない日を休肝日って言って肝臓を休ませてあげる日ね、お酒アルコールを取らない日って意味だね。でこのアルコール分解ね、風邪薬とお酒を同時にね飲んじゃいけないのはなんでかっていうと、薬を分解する働きも実は肝臓にあって、それと同時にお酒飲んじゃうと薬を分解する速度が遅くなっちゃってね、副作用が現れちゃうなんて危険があるからね、お酒と風邪薬は一緒に飲んじゃいけないんだね。あのみんなも宿題を二重に出されたらね、あの宿題を処理する速度が遅くなるでしょ。同じようにアルコールと風邪薬を同時に飲んだら、お薬を処理する速度が落ちてね、変な副作用が出ちゃうかもしれないから、お酒と風邪薬は一緒に飲んじゃいけないんだね。あとは血小中に流れてるね、あの水に溶けやすいアルブミン系タンパク質とか、あとは血液凝固に使われたね、フィブリノーゲンというタンパク質なんかはこの肝臓なんかで合成されます。またね、古い赤血球の破壊なんかはこの肝臓で起こります。こんな風に合成分解反応ものすごいいっぱいね、ここに書ききれないぐらい実はあって、さっきもこれ単純作ってるのも もちろん大事な働きだし、ものすごいここに書ききれないぐらい働きがあるんだけど、まあ合成反応分解反応、まあこんなものすごいね、あのさっき合成反応分解反応ものすごい反応やってるんで、その反応によってね、あの発熱したりして、熱を作ってるような働きもあります。あの化学反応って基本的に発熱するんで、発熱反応によって体温の維持に働く熱を作ったりなんかしてます。こんな風にね、様々な働きあるんで、肝臓の構造と働きのポイントを見てみましょう。